ダークソウル2ディレクターの谷村と申します。よろしくお願いします。そうですね、ベースの世界観はですね、古き良き時代のオールドファンタジーっていう部分を目指しているタイトルなので、やっぱりいわゆる古典的な、例えばその指輪物語であったりとか、そういう古典的なものを基本的な、そのなんて言うんでしょうね、ベースに、インスピレーションのベースにはなっています。ただそれだけではなくて、例えばその近年 の日本 そのサブカルチャー的なものからの影響も受けたりはもちろんしてはいます。そうですね、ちょっと一概にちょっと日本でどうっていうのはちょっと言いづらい部分はあるんですけど、フロムソフトウェアでの話だけで言うんであれば、まず敵は当然世界観の中でどういう存在かって位置づけもあるんですけども、やっぱりそのゲームのコンセプトとしてどういう倒し方をさせるかとか、どう考えさせるかとか、どういうヒントを与えるかっていうのが、ベースにあります。でそれをもとにデザイナーとかとディスカッションしつつ、作っていくっていうスタイルですね。なのでそんなにその特殊なことをやっているつもりは全くないんですけども、強いて違いがあるんだとしたら、そのどう攻略するかみたいなのを念頭に置いているせいかもしれないです。時代がかなり離れていて、別の土地という設定なので、基本的には全く新しいストーリーにはなりますが、やっぱり世界観は同じなので、どこかどっかで見たことがあるような共通項は出てくるかもしれないです。ただそこはちょっとあまり詳しい話をすると皆さんの楽しみを奪ってしまうと思うので、ここでは控えさせてください。まず剣撃のアクションの部分でいうとですね、ベース そのルールとかは変わらないんですけども、その操作性の向上とか表現力の向上とかを目指して、今回は1から全てのモーションを作り直しています。モーションキャプチャーとか新しいモーションシステムを導入したりして、滑らかさとレスポンスといったものをうまく両立させるようなものを目指して作っています。で具体的なシステムでいうとですね、武器が各左右に2本ずつだったんですけど、今回は3本まで持てるようになっていて、その部分で装備の幅が出せるようにといった部分は考えています。で魔法のスロットについてはちょっとまだ詳しくお話しできないんですけど、これも改良は加える予定です。緩いつながりといったこのゲームの根幹となる部分は崩さないつもりであります。つまりマルチプレイを強要したりするようなものではなくて、自分のペースで他の人とつながれるっていう形ですね。でその上で今回協力とか侵入はちょっとまだ詳しくお話しできないんですけど、ルールは全般的に改良を予定していますし、あと制約なんかもよりマルチプレイに深く関わるようなものを予定しています。もともとの始まりっていうのが、やっぱりこれからはそういうオンラインゲームがメインになってくるだろうという中で、やっぱりオンラインゲームっていうのは、一方でちょっとハードルが高い部分ではあると思うんですよ。その拘束が強いというか、昔その例えで言っていたのが電話とメールの違いですね。電話とかだとどうしてもその場でずっと話している人間同士が拘束されてしまう、自分のペースでできることはない。ただ一方でメールっていうのは自分のペースでやり取りができるというツールです。なのでそういう違いが、あることが重要なんじゃないかと思いました。みんな電話で話すっていうよりはメールというようなコミュニケーションの手段もあるということです。
あ、そうですね、自由度はかなり重視している方だと思います。その部分についてはですね、前作以上に自由度は高くしたいと思っています。例えば前作ですと、いろんなところに行けばするんですけども、こことここを通らないと次に進めないっていうポイントがあったと思うんですけど、あとそういったものもなるべく少なくして、本当にユーザーが自由に歩ける、できるだけ自由に歩けるようにしたいと考えています。そうですね、基本的にはモーションを作っている人間とかがやっぱり実際に振ったりするっていうケース、実際に振りながら、あ、こうじゃないかこうだよねってやりながら調整していますし、当然剣撃についてはかなりの資料を担当の人間とかかなり見ながら作ってはいます。そういうところからリアル感が出てくるとは思ってはいるんですけども、もう一方で重要なのがやっぱりゲームの位置づけですね。単純に振るとかではなくて、これは重みのある攻撃、重い代わりに威力が高いとか、そういう位置づけをしっかりしていることがリアルな感じにつながっているんだとは思ってはいます。今のところはそんなに不自由は全く感じてないですね。もちろん次世代機の方がスペックも高いですし、表現力も高いので、いろいろ今までできなかったアイデアが実現できる余地はあると思うんですけど、今現世代機でポテンシャルとしては最高のものを目指しながら作ってはいます。なのでそんなに次世代機じゃないとこれがないとか不便とか感じることは全くないですね。そうですね、一つあるとするんだったら、やっぱりこのゲームは実際この E3 でいろんな人のお話を聞くと難しいけど面白いっていう声が結構大きいと思うんですよ。つまり我々が目指してたのは苦しいところを超えたところの達成感があるゲームっていう部分なんで、こちらで意図していたものが伝わっているのかなという気持ちはあります。なのでやっぱり今回もそれをその意図が伝わるようなものを作れているという実感はあります。その部分が誇りにと思っている部分かなと思って、発売時期は2014年の3月です。プラットフォームは PS3、Xbox360、PC を予定しています。